ちょっと、かっこよくね。いつも。いつもね。呼んでくれるのかな？呼んでくれるかな？だって、わかんなくない？5分くらいでできるって言ってたよ。OK。てかもう、店前のミストがすごすぎてさ、うん、浴びまくっても前髪すごいことになってる。まあね。飲もう。できます。あ、ごめん、先飲んじゃった。どうぞ。ああ、ほんとだ。かわいいね。何犬？わからない。え、何の曲だっけ？黒猫のターン。え、今の、え、子供だよね。だって子供たちがなんか演奏してる。え、あ。え、美味しそうじゃん。うん。僕はカレー。カレー。うん。なんだこれ。ちょちょもつまんで。うん。え、美味しそう。ね。BGM 付きで。唐揚げめっちゃうまそう。食べよう。食べたい。食べて食べて。え、チキンカレーも美味しそう。いただきまーす。いただきまーす。かわいいね。池袋に来てます。ね、池袋にこんな大きい公園あったんだね。うん、知らなかった。うん。おいしい。うまっ。あとちょっと、はい、焼く。焼いて、焼く。うん。いただきます。うん。うん。あ、おいしい、これ。うまい。ちょっとパクチーあげる。食べれない。苦手。うん。これね。うん、使って。なんかカレーをどうやっておかしいと思うの？いや、あんた使いたかったんですか？一緒に使えばいい。うん。食べてみて。うん。おいしい。どう？おいしい。よかった。うん。あ、うまい。うん。正解だわ、ここ。うん。まだ？また？まただよ。見てるよ。誰が？いろんな人が。おいしい。なんかさ、パクチー嫌いだと思ってたんだけどさ、おいしいかも。ほんと？これ、結構好きかも。食べた後にさ、うん、鼻に抜けるあの感じが苦手なんだよね。え、でも、そっか。ふんって、ふんってくるんだよ。こう、うん、こう来るじゃん。それがすごく苦手。でもなんかパクチーもさ、うん、食べ方によっては全然大丈夫な時があるんだよ。なんか細かく刻んであって、他のなんか、食材とあえてあるみたいな時は大丈夫。はい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 、わかるわかる。うん。はい。何やってんの？あれじゃん、音を、高音レベルを。言われてるんじゃない？どれくらい以上は食べるか。言われるかもね。だってさ、うん、そうだよね。マンションでしょ？高層マンションだよね。多分1億とかするんじゃない？本当。ね。しちゃうよね、池袋でさ。しちゃうよ。サンシャインシティ？うん。そうね、近いしね。多分すごいよね。うん。でも池袋に住みたいと思ったことないな。まあね。うん。山手線沿線って住みやすいのかな。どうかな。住みやすいっちゃ住みやすい。うん。通勤とかは楽よね。まあね。おいしい。もう飲んだの？ビール。もう飲んだよ。もう暑いし、こんなん秒よ。そうだけど、うん、気をつけて。なんか、うん、優雅だね。ね、本当だよね。入る？
足りる。だってもっと、あと食べるもん。うん。足りない。こんなんあるよ。おやつ。おやつだね。うん。おやつおやつ。面白いこと一切言ってない。うん。言って。好きな色は？好きな色？言っていいの？何が？言っていいのじゃない？言っていいの？何言っていいの？どういうこと？好きな色言っていいの？いや、何どういうこと？これあれでしょ？かぶったら罰ゲームじゃないの？違うよ。違うよ。違うの？何ですか？オレンジ。あ？オレンジなの？緑じゃないの？あ、緑も好きだよ。え、オレンジの方が好きなの？オレンジの方が好き。え、だって字幕の移動、あなたが緑がいいって言ったから緑にしてんだよ。それ何年か前に。いや、え、そんなこと言ったっけ？うん、多分言ったよ。マジか。うん、俺オレンジが好きだよ。え、戦隊ヒーローだったら何色になりたい？ブルーかブラック。あ、そっち。うん。え、赤は、レッドは。いや、レッドもいいよ、うん、でも多分キャラ的に俺レッドじゃないのよ。なんかレッドってさ、なんかちょっと自由奔放みたいな、正義感強くてっていう印象あるじゃん。まあ座長だからね。そう、俺はちょっとクールな感じか、ちょっと影がある感じのところがいい。そしたらブルーかブラックじゃん。なんかブルーってさ、レッドのライバルじゃん大体。しょうちゃんは当てていい？うん。イエロー。は？イエローか、うん、ピンク。でもわかる、そのポジションもいいよね。うん。3枚目。いや、ピンクのポジションいいよね。俺アイドルとかだったらピンクになって、ピンク色がいいもん。うんうん、でも、うん、戦隊ヒーローになるんだったら、うん、まあ、レッドがいいな。ああ、まあ花形だよね。うん、でもアイドルになれるんだったらピンクがいい。うん、仮面ライダーも主役とかからさ、うん、その後、いろんなドラマとかの主演だったりしてる俳優さんとか多いけどさ、ブルーとかってあんま聞かないもんね。そんなことない。もう偏見か。武田浩平は？ライダーが。武田浩平ライダー？あ、出てたね、多分ね。そうだね、あんまりね。大体レッドじゃない？大体レッドだね。あれ、キズくんもさ、うん、レッドじゃん。そうだね。うん。一ノ瀬隼人もレッド。あれ、そうなの？うん。あと、千葉雄大もレッド。え、千葉雄大レッドだったっけ？うん、あ、そうだね。うん、松坂桃李もレッド。そう。そう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 。いや、でも俺、レンジャーとかなんか、ライダーとかなりたかったの、昔。まだ遅くない。あ、だってさ、細川。あ、そう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 。ねえ、無理だろ。まあまあ例外、例外すぎるね。ちょっと腹筋バキバキにしないと。ああ、そうよね。でもさ、あれだよね、細川さんってバイク乗ってないんだよ。え？どういうこと？響き。何が？ライダーってバイクに乗るじゃん。はい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 。で、響きはバイクに乗らないライダーな気がする。あ、そうなんだ、そういうのあるんだ。わかんない。食べちゃったな。食べちゃった。プリキュアになりたいとかない？ない。セーラームーンはすごいなりたい。なりたいってわけじゃないけど、憧れはあったけど。あんま正直わかんないんだよ。ああ、セーラームーンは。まあまあ、じゃあライダーもそうだけど。あ、確かに。うん、秘密のアッコちゃんの変身のコンパクト欲しかった。うん、ああ。なんかあるよね、そういうの。だって俺だってドラえもんがいつ来てもいいように、うん、上の引き出し開けてたもん。かわいい。かわいいね、それ。もっと言った方がいいよ。なんでだよ。いや、それはかわいいわ。だって、うん、そこに物入ってたらさ、そこの物がなくなっちゃうじゃない。ね、うんうんうん、だから、タイムマシーンね。うん。だから、そこの、そこ開けてたもん。かわいい。何そのエピソード。初めて聞いたわ、うん。ドラえもんの道具で何が一番欲しい？俺、もしもボックスとかがいいかも。もしもボックス？うん。なんか、もしも俳優さんになれたらとかさ。うん。
あもしもこの世界がどうこう変わったらとかさ。でもそれってさ、うん、戻せるよ。どの期間なの？最初に電話すんじゃん、うん、でまた戻してって言うとまで。うん、そうなんだ。そうだよ。ちょっと俺やってみたいね。確かに。俺翻訳こんにゃくがある。あー確かにね。もう誰とでも喋れるようになるじゃん。確かに確かに。一つなんか選べないんだ。だこんにゃくだったらあれくらいだったらなんか食べれそうじゃん。あーまあね、まあ、なんか前あったよ、タケコプターは。あれ人間の首が支えられないとかさ。そりゃそうだよ。あれせめてさ、直帰とかにしてほしいよね。だって頭で支えるのちょっときついよ、あれ。そうよ、頭でさ、うん、ここでさ、全体重。いや、危ない。てかさ、よく取れないよね、あれね。いや、本当にそう。怖い。どういう仕組み？ね、怖いよね。なんか空気の膜みたいなできんのかな？あれつけることによってなんか、それで体ごと浮かせてくれるみたいな。いや、まあまあそうだよね。だってドラえもんだってなんか少し浮いてんだっけ、なんか。あるよ、ね。ああ、なんかね。そうそうそう。だから多分そういう系かもしれない。仕組みがね。あるね。惜しかった。惜しかった。若いパパ大変よね。それは多分俺と変わんない人パパも多いでしょう、ね、年齢的に。俺の年齢とかだったらもう普通に、うん、まあ小学生とかの子供いそうだもん。もっと大きく、二十歳もいけるよ。そうね。22で子供できたらもう二十歳だもん。怖、うんうん。じゃあチューしよう。やな最後。なんだ。え。何？え、そういうの無理な人なの？なんで公共の場ですんの？え？公共の場でとか言いながらさ、なんか普通にさ、なんか YouTube とかでやってるのにね。え、でも、なんか結構酔っ払いで抱き合ってる人とか多いじゃん。なあ、いる。あれ、改札前とかどうでしょう？大丈夫よとか思わない？なんか、そんな、なんかもう。もう一生会えないわけじゃないよね。そうそう。結構すごいよね。うん。いやでももう盛り上がってるから、二人で。もうその時は。一緒に住んで。